皆さんこんにちは、柳井優奈です。本日は昨日の夜ですね、インスタグラムの方でめったにやらない質問はありますかの質問箱をインスタで募集したんですよ。ごめんなさいね、その時間になんで帰ってこないんだろうと思った人多分たくさんいると思うんですけど、この企画のためでございますということで、本日は質問コーナーじゃなくて質問返しです。はい、見ていきます。え、結構来てました？いや、もうめちゃめちゃ来てましたね。もうなんかね、本当に嬉しかったです。こんなにっていう感じ。どういう質問が多いんですか？昨日結構何個か見てたんですけど、めっちゃ英語でも来てる。英語読めない、英語読めない。ケナパカンティク。これ、いや、英語じゃないですね。英語じゃない。英語じゃない。何語？ということで、もうすごいね、いっぱい送ってくださったんですよ、皆さんが。同じ人が何個も質問をくださる方もいて、わざわざね、DM でいっぱい送ってすいませんっていう方もいらっしゃいましたし、もうとんでもないです。ありがとうございます。皆さんのおかげで企画ができますから。じゃあもうこれは、あれですね、バーってやって、はいって言ったやつですね。はい、じゃあ、行きまーす。夢なの夢。何個答えられるかわからないんですが、ランダムで。はい、これ。スキンケアについての夢なちゃんがやってるやり方を教えてほしいです。おー、いい質問ですね。スキンケアについてね。あ、最近、スキンケアは最近、ちゃんとやるようにしてるんですよ。化粧水やって、あと乳液もやってクリームまでちゃんとやるようにしてます。はい。ということです。あ、メイクとかも最近変わったから、メイク企画いいんじゃないですか？やります。はい。激辛じゃなくて。あ、激辛もいいです。あ、もう次行きます。はい、この辺にあるやつ。出川さんとどんなお話をされましたか？出川さんとどんなお話をされましたか？どんなお話？でもどんなお話もするな。でも、夢っぺは田舎っぺっていうキャラで皆さんいじってくださるので、田舎トークが多いかな。自分家でこう、会ったこととか、夢っぺってこうなのとか、普通にそういう話ですね。あとはもう、回しながら、ロケしながら、っていう感じなので、そんな、そんなしんみりしてお話とかしないですね。面白いからも、出川さん。あのまま、ほんとテレビのままですよ。優しい方です。はい。次行きまーす。あ、なんでキティちゃんが好きになったんですか？これはもう生まれた時からです、私が。私が生まれた時から、周りにキティちゃんいっぱいいたんですよ。何？物入れ。箱みたいなやつからもキティちゃんだったし、タオルもキティちゃんだし、前か、よだれかけみたいなやつもキティちゃんだったし、服もキティちゃんだったし、みたいな。私のお母さんが好きだったんですよ、キティちゃんもともと。それで、もうなんか一緒に育ってきた感じですね。はい。あ、これいいですね。ゆむらちゃんは夜にどうしてもお腹が空いてしまった時はどうしてますか？夜ってお腹空くよね。すごいわかる。もうさ、だってさ、朝食べるじゃん？で、昼食べるじゃん。夜食べた後は寝る前、お腹空くの一番。寝る前が一番お腹空くの。でも寝る前に食べたらさ、その分はさ、もう消費できないからさ、吸収しちゃうわけじゃん。後悔するんだよね、そこで食べちゃうと。もうめっちゃわかる。だから私は、もうどうしてもお腹減った時は、キュウリをつけといて食べるとかしてます、最近。キュウリハマってんの、最近。ぶっといキュウリをジップロックに、浅漬けの素とか、塩昆布とか、白だしとか。だし系が美味しいですよ、つけとくのはね。つけといて食べてますね。あと、なんだろうな、最近、糸コンにハマってる。糸コンを、なんか、すき焼き風の味にして、味玉のっけて食べるとめっちゃ美味しくて。それとか、たらこパスタも糸コンでできるし、糸コンめっちゃハマってます、最近。こんにゃくならね、全然大丈夫だし。我慢ってすると、もう、爆発しちゃうから、きゅうりとか、そういうヘルシーなものを食べれば、大丈夫。甘いの食べた時とか、プロテインおすすめです。ラーメンは食べないですか？食べるわけないじゃないですか。今、ビフォーディーやってんですよ。ああ、そうです。オムライスなんか食べないですね。ライス食べてないですね、今。でも最近まで、低脂質をやってたから、脂質制限やってたから、玄米とか、さつまいもとかを食べて、油を抜いてたんですけど、今それを逆転して、糖質制限にしてます。お、ビフォーディー企画順調に。順調ですよ。どうですか？皆さん。
変わってきた？あんまわかんないかな。でもね、ちょっとね、変わってきたんだよ。ラーメンはね、ダメだね。脂質と糖質ものね、塊だしね。まあ、全然、めっちゃ筋トレとかしてたら、その分消費すればもちろん大丈夫ですけど。はい、次いきまーす。前髪はしばらく短いままですか？どうしよう。どうですか？そう、それを聞きたかったんだ。そう、質問、これのさ、ストーリーの何パーセントの二択のやつあるじゃないですか。どっちがいい？こっち派こっち派みたいな。それで前髪ありなし聞こうかなと思ったんだけど、今日はまあ真ん中分けにしてるけど、そしたらこんな感じだし。ね、どっちがいいですか？皆さんのお声で決めまーす。はい、募集です。お願いします。次。最近嬉しかったことは？最近嬉しかったこと？なんだろう？なんかあるな。でも最近ずっと実家にいたので、もうね、整ってる。メンタルが。サウナかなと思って。サウナはね、サウナも行ったし、温泉も行ったし。家族ってやっぱいいね。あと、兄弟が多いじゃないですか。だから、スイッチでマリオみんなでやって大爆笑したし、あ、もう帰れないと狂うね。ずっと東京にいるとなんか頭おかしくなっちゃうし、そうだし。あ、温泉リフレッシュはしてますかっていうのがありました。そう、今言ったけど、リフレッシュしてます。温泉大好き？サウナ大好き？あ、サウナの後絶対水風呂入る派です。はーい。夏に何したいですか？夏好きだからやっぱさ、海とか行きたいよね。海とか、地元には猪苗代湖っていう湖があるんで、猪苗代湖でバーベキューとかしたいな。福島の郡山にあるんですけど、猪苗代湖っていう湖が。どのくらい生きてるんですか、インスタで。だから数は出ないんですよ。こうしばらくやってもまた次出てきて。すごいな。やっても次出てきてっていうか、本当にありがたいです。ありがとうございます。全部返せないんで、本当に申し訳がないんだけど。毎日夜ストレッチとか筋トレとかやってたら、その内容を教えてほしいです。最近ですね、お最近妹と、小2の妹と夕方ぐらいに踊ってるんですよ。 YouTube でひなちゃんねるさんの動画を見て、脂肪燃焼ちゃんって言うけど、それを見て踊ってます。何曲か、1曲分とか、二の腕のやつとか、朝倉海さんの腹筋の動画とか、トレーニング動画とかやって、妹とやってて、妹もお腹パンパンなんですけど、筋肉痛になってって言ってんの。めっちゃ可愛いでしょ。とかやってますね。ストレッチは夜に筋膜リリースやってます。ゴロゴロのローラーで、ずっともう足とか全部、二の腕とかここに置いていく。ゴロゴロってやって、ほぐしてます。はい。ぶっちゃけ今スマホ何パー？充電は今、56% です。あ、違うじゃない？これ、スマホ見てる時間ってことじゃないですか？スクリーンタイム。スクリーンタイムってどっから見るの？設定です。どっから設定？ 1 日の平均7時間29分あります。流しね。7時間見てる？本当に？でも YouTube 見てるんじゃないですか？あ、YouTube 断然多いわ。YouTube もガーンなってる。1 YouTube、2 Instagram、3 Amazon Music。音楽聴きすぎ。お父さんは好きですか？好きです。大好きです。なんか照れるな。面白いです。イベントなどありますか？今のところないですね。ファンの方々に会えるさ、イベントとかしたいんですけどね。ファンの方々と激辛早食い対決。おお。もうじゃあ誰が、どなたが選ばれるかですね。そうですね。やりましょう、ぜひ。やるんかい。我こそはという方、お願いします。でもなんか勝負系とか面白いですね。それで言ったら勝負系とか。ゆるキャンのロケって寒そうですが、本当に寒いの？寒いです。でも私、暑がりすぎて、冬が嫌いだ、イコール、身にまとうものが嫌い、イコールマフラー嫌い、みたいな感じだから、マフラーが耐えられなくて。私の場合は暑がりだから、ヒートテックめっちゃ薄いのとか、ですね。私だけ。こうなんか首がだって、こう固まるじゃないですか。マフラー。それがなんかね、ダメなんですよね。肩食っちゃう。じゃあもう結構撮ってると思うので、ごめんなさいね。ちょっと喋りすぎちゃったんですけど、あと1個か2個ぐらい選んでお答えしたいと思います。もう選んでもらった方がいいかもしれないですね。そしたら。いいっすか？はい。なんでそんなに可愛いんですか？なんでそれを選ぶ？なんでそういうさ、こう、もうさ、お答えしづらいさ、コメントを選ぶのかな。あ、すいません、すいません。間違えました。嬉しいです。ありがとうございます。はい。日焼け対策教えてください。あ、日焼け対策ね。最近めちゃめちゃ塗ってますね、日焼け止め。ベタベタ系は、ちょっと、
嫌だから、サラサラ系、みずみずしい系を塗ったぐってます。もう朝起きて化粧水塗るじゃないですか。顔洗って化粧水塗って、乳液とか塗って、もうその後にもうその流れで化粧水全部になっちゃう。なんか家にいても焼けるとか言うし、家にいたらいけないと思うんだけど、一応、朝歩きに行くときとかも、やっぱ日焼け、朝一番だからすごい吸収しそうだから、気分的に、ここなんか全部塗ってますね。とか、かな？はい。塗りたくる。あと、塗るタイプの上からまたスプレーとかするとか。でもやっぱ一番多いのは、どうやって会えますかっていう質問なんですよ。ああ、それね。私も聞きたい。それは。どうやったらあるんだろう。インスタライブやろうかな。 YouTube もね、ライブ配信ちょっと。あ、そうですね、やりたいですね。 YouTube もライブ配信。マイブームはありますか？マイブーム、マイブームか。さっきも言ったけど、イトコンなんだよな。マイブーム、イトコンニャク余っちゃって。白滝ってこと？そうそうそう、白滝。白滝もそうだし、普通に黒のもあるじゃないですか、イトコン。あとなんだ、ゲームかな。ゲーム、モンハン始めたんですよ、最近。最近新しいのモンハンライズ、それを買って、あんま進んではないんですけど、地道にやってます。やっぱゲーム系ですね。兄弟でマリオやってます。マリオパーティーみたいな。スイッチで、スイッチ、糸こんにゃく。あーと、メイクも最近いろいろアレンジしてやったりしてますね。じゃあ次は聞き糸こんにゃくですね。おー、聞き糸こんにゃく。糸こんにゃくは変わらない。お答えできなかったんですけれども、たくさんのご質問ありがとうございました。今度ね、インスタライブとかやりたいなとそろそろ思っているので、 YouTube のライブとかもね、ぜひやりたいと思っております。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。押してねー。